こんにちは。今日は3月19日の土曜日です。国鉄色の特急やくもを見に行くために岡山に行きます。その時に乗った今映っている113系は全駅で停車するたびにコンプレッサーが鳴っていたので、その様子を皆さんにご紹介したいと思います。あ、これあれやん。姫路駅を帝国通りに出発しました。先ほど全駅でコンプレッサーが鳴っていたと言いましたが、残念ながらコンプレッサーを収録できなかった駅などもあります。そこら辺はご了承ください。向こうからEF210 のコンテナが来ました。これは福山通運のコンテナがいっぱい載っています。これは福通エクスプレスです。こういう風にずっと全駅でコンプレッサーが鳴ります。ここは播磨勝原です。向こうからヘッドライトをシールドビームから HID に付け替えられた22さんが来ました。発車いたします。バルドにご注意ください。向こうから223が出庫してきました。ここには223がいっぱい止まっています。223に紛れて221も止まっていました。向こうからも113系が来ました。
この運転手さんはとても運転がうまい方でした。ここは智頭急行との乗り換え駅でもある上郡です。この音が聞けるから幸せ。上郡ではお客さんがたくさん降りて智頭急行の乗り場に向かっていました。ここは三井市です。三井市は警笛スポットとしても知られていますが、残念ながら警笛を取ることはできませんでした。ええ音やな。動画始まります。ご注意ください。ドアが閉まります。ご注意ください。わけでは、わけ止まりの列車が止まっていました。体質回転車とか自転車じゃないですか。熊山に着きました。熊山は
古い古戦況が残っています。マントミも古い古戦況が残っています。ここは瀬戸です。ここは高島です。残念ながら東岡山ではコンプレッサーの音が入っていませんでした。ここは西河原手術です。何これ、西河原手術。長かった113系の旅ももう少しで終わりです。21番、22番乗り場から発車をいたします。この列車は岡山です。ここは岡山です。あそこに止まって110号で2号線まで行く。止まってる。うん。また先頭なの？うん。先頭の車が。岡山ではコンプレッサーが鳴るタイミングが早かったです。分かった。
僕が乗ってきた113系が回送で出発します。この動画はここで終わりです。ご視聴ありがとうございました。